お正月の時に親戚のおじさんにこれお母さんに内緒やでって言ってもらうお年玉に心躍ってました。どうもチカラグのチカヤです。陽介です。お願いします。それは踊るわ。あんなに踊ることないよ。秘密の貯金をね。そう、秘密の貯金をいただいた後に実は見られとってすぐバレるね。預かっとくわっていうのに一気にテンション下げられますよね。あれすぐバレるわ。あれなんですぐバレんねやろ。あれずっと見られてるからね。あの預かってもらってたお年玉どこ行ったのな。ほんまに確かに返してもらってないの。そういう子供の時の思い出ってやっぱりありますよね。ありますね。ってな感じで始まりましたチカログですけれども、はい、サムネイルでもある通り本日チカログでは2回目の登場のアーティストということで早速りょうすけの方からアーティストと曲名の方を発表してもらいたいなと思います。はい、それではりょうすけお願いします。セブンティーンでヒットです。ヒットです。これめっちゃ多かったですね、コメントに。コメントめっちゃ多かったんですよ、ね、まず1回目のセブンティーンのホットでのコメントをたくさんいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。これね、初めてやっぱセブンティーンを取り上げさせてもらって自分ら全く分からない状況の中でめっちゃ分かりやすいコメントがたくさんあったんですよ。めっちゃ細かく説明してくれてましたね。めっちゃ細かく説明してもらったのをめっちゃ細かく見ましたよね。ちゃんと見ました、コメント。でもね、やっぱりね、メンバーの顔と名前一致するにはやっぱ13人いるのでちょっとまだ時間かかりそうなんで間違えても愛のあるコメントを欲しいなと思うんですけれども、ダンプラとかにあると帽子かぶる人多いんですよ。髪色が違ったりね。そう、そうだったらもう一気に分からなくなるんで。そう、あれホットやったらこの人金髪やったら、ね、そうそう、ヒットやったら誰みたいな感じにちょっとね、そうなんです、今からなりそうな気しかせんのよ。セブンティーンのホットのコメントを、まとめさせてもらうと、はい、ファン名がね、何ですか涼介君。カラットです。カラットですよね。っていうのもまあ意味合いがあって、そのファンの方がセブチを輝かせるための存在っていう意味でカラット。めちゃくちゃかっこいいね。めっちゃかっこいいし、その意味もかっこいいし名前もかっこいい、普通にかっこいい。そう、カラットやね。ダイヤモンドを輝かすって、そうやね、磨くね、ファンが。確かに、ね、めちゃくちゃかっこいい意味合いやなと思ってて、なんでそのセブチっていう意味合いというか、17の意味、そう、17の意味っていうものもそのコメントでしっかり教えていただきまして、そのボーカルチーム、ヒップホップチームでパフォーマンスチームの3つグループが集まって13人というメンバープラスその3チーム16、はい、プラス1つになるっていう意味で17。人数とチームが一つになるの数字が全部合わさって17という方程式らしくて、どのグループに誰が属してるとかまではちょっと僕らもまだやっぱ覚えきれてないので、これからセブンティーンをいっぱい取り上げさせてもらってカラットの方に教えてもらいながらチカログ2人もゆっくり覚えていけたら楽しいのかなと思いますので、すごい間違えたりとかその名前呼べなかったりっていうのはまだまだあると思うんですけど、もうちょっとゆっくり覚えていきながら楽しんでいけたらいいなと思いますので、カラットの皆さんこれからもよろしくお願いします。お願いします。まあ、僕が一発目にこの人ダンスめちゃくちゃうまいな、この金髪の方って言ったのが多分星君っていう方なんですよ。うん、リーダーですね。そう、リーダーです。パフォーマンスリーダーが星君って言うので、うん、一発で分けましたから。あれはやっぱ出るね。出る。しかもまあそこにプロのダンサーとして活動してる僕らが目を行くってことは、やっぱ星くんってすごい方なんやなっていうコメントもあったから、うん、あ、ありました、ありました。いや、すごかったっす、やっぱあのホットのインパクトは。やっぱ踊りで見えるね。見える、もう違うかと思う、うん、やっぱりさすがリーダーって感じでした。確かに、あのめちゃくちゃでかかった人、ゴリゴリの人、ゴリゴリでノースリーブでちょっと怖そうな人が、クランパーみたいな人ね。そう、が誰だっけ、ミンギュ、ミンギュさんね。ミンギュさん、そう、でももうめちゃくちゃスタイル良くて、で何やらコメントで言うとめちゃくちゃかっこいいとか、へー、国宝級やと。早速見ていきたいなと思います。はい、それではいきます。よろしくどうぞ。チカログ。セブチ、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 セブンティーン、あ、セブンティーンはヤバすぎる、オープンザピーシーってな感じで始まりましたけども、ヒットのですね、センキューイヤホンでございます。セブンティーンのヒットのコレオグラフィービデオバージョンですね。コレオグラフィーで1000万ってやばいやん。だってさ、その顔は遠いわけやん、見たファンの人からしたらさ。ほんまにダンスだけやもんね。そう、でもやっぱそのダンスに魅力があるからね。うん、ちなみにおすすめせん、
んまにコメントにめっちゃ多かったですね。めっちゃ多かった、ね、でいきます。セブンティーンでヒットです。落ちとな、ロゴがかっこいいですよ。あ、うん、手前にお前ヒットの CD これこれが僕の言ってた星くんですか、金髪。こんな感じで、いや違うな、違う、絶対ちゃう。俺ダンスで当てれる自信ある。このこれ、あ、これ宇治くんか。あ、身長違う、うん、そう。だからやばいな、構成とダンスめっちゃ激しくない？おい、おお、おい、おおおい、いいね。この柔らかい動きとさ、激しい動きの強弱がすごい。いいですね、今の構成ね。おい、そっちから来んねんな、うん、そうやね、予想できんよな。ちょ、真ん中の人の動きいくない、ちょっとめっちゃ目いくねんけど。おい、めっちゃ大きいね、バリハード。え、これがミングさん？え、じゃあ右やんな、絶対。これ今真ん中がミングくん。こっちがミング。オーケー。おい、おー、すげえ。これ絶対真ん中欲しくやろ。違うかな。いや、むずいな。いや、これ絶対欲しくやで。めっちゃうまいな。絶対欲しくやろ。おい、今の足やばいな。おい、こういう構成面白いの、この、うんうん、予想できひん。おい、おい、あんまりあれだよ、センターが出てくるって。そうやね、だ真ん中に目があんまいかへんってね、いい意味で。おい、一人どけろみたいな。おい、わ、すごい、一人一人のペアダンス繋がっていく、うん、おい、あおう、おい、えぐいな、爆発力えぐいな、ちょっと。うーわ、この真ん中の人うまいな。これだからミングじゃないの。ユミさんロンティじゃん。あ、そっかそっか。おい、おい、わー、いいね、めっちゃ見えるな。はい、さあラスト。あ、おお、掛け声めっちゃ気合い入ってるわ。いや、練習からこういうのいいよね。いいね。おい、なんかちっちゃい動きになった時めっちゃ入るよね、うん、揃ってるやっぱりね。なあ、おい、いや、めっちゃ難しいことしてる。俺これ絶対左の人が欲しくなと思うんだけど、違うのかな。めっちゃ激しいね、うん、めっちゃ強いんだけど。おい、やばいよね、この前へのアプローチがエグい。エグいな。おい、もうまたこういう構成も入れてね。いや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 、かっこいい。ちょっと待って、これを歌いながらやってんねんで。あ、そっか、忘れたらあかんのか。ボンボン言ってたけど、もうさ、体から何やろ、エナジー溢れすぎてて、うん、ちょっとこれは、わざと今止めずに見たんですよ。一回ね。これは、やっぱり初見なんで、途中で止めると、流れちょっと悪くなるのかなと思う部分もあったんで、ちょっと次はしっかり止めながら見たいなと思います。はい、正味、今、インパクトっていう印象しかないやん。そうやね。何の動きがあったみたいな。うんうん、この前さ、なんかこうあったみたいな。やっぱ止めたら覚えられるけど、今から一回止めながら。あっちゅうもの3分やったね。あっちゅう前はもうカップこれを見ながら俺はカップヌードルを待とうかなと思うぐらい3分あっちゅう前すぎる、ね、そう、23秒伸びちゃうからそうそうそう。いや、ちょっとじゃあもう一回見てみましょう。次は止めていく。次はもう思う存分止めるんで、うん、僕たち。でいきます。2回目のセブンティーンヒットです。レディーゴーでポチッとな。さあ次は止めるよ、しっかり。この振り向き方かっこいいな。まず、うん、まず気になる箇所2箇所、はい、このヒットね。これ CD なんだ。 CD よね、多分。これ CD にしたらちっちゃく見えるけど、なんか斬新よね、この斬新やこのセンターの置き方ね。なんかロゴとか入れるんちゃうね。これ初めて見たよね、このパターン、うん、CD を置くっていう。
この多分センターのロンティの人がミンギュさんかな。かな、一番だってこれやったら背でかいな、ね、身長でかいね。でもこのミンギュさんにちょっと雰囲気似てるようなメンバーの方が、あと2人ぐらい、あ、もう一人の、あ、そう、クロッティの、そう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 、それがいるもんね。こういうとこ早く覚えたいんだ。じゃあ次進みますわ、進みましょう、ごめんなさいね。おい、この真ん中の人もめっちゃうまいね。うまいうまい。なんかやっぱセブンディーちょっと金髪にしたらうまくなる説ない。これされたらほんまに誰か分からへん。全員金髪にされたらほんま。それこそ分からんみたいな。マジで分からへん。しゃ。これさ、普通ね、ちょっと揃えたくなるやん。うんうん、止め方。これ全部。これ3つに分けてるから、ね、そう。これさ、全員違う。3つこうパートが変わってるね。そうそうそう、うんうん、だから普通この左側はもう右に合わせてしゃが見たくなるやん、うんうん、違う、こういう面白さがやっぱ13人いると作れるよね。おい、綺麗やばいな。おい、これ面白い、これ面白い、これ面白いね。この波みたいに後ろ前で波打ってるんですよ。これその前なんか円で肩組んでるような、ああちょっとしてるね。ここからですね。これね。そう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 、これ。なんか爆発するみたいな。わかる。ここ結構激しさの中に正確さっていうか角度やったりとか、うん、抑えながら踊ってる感じはするかなと。激しく見せて。もっといけるもんね。そう。ここは角度、手の、うん、めっちゃ揃ってるんですよ。この人めっちゃ激しいな、この今センター来た人、うん、白の方、白の方ね。この人も背でかいよね、めっちゃ足長い、めっちゃ足長い、手がめっちゃ長く見えるよね、足と長いよね、ここめっちゃ長い、ここめっちゃ激しい。おい、俺ね、好きなのが DJ パーみたいな、そうそう、DJ パーみたいなしてるよね。これ首言わすよ、マジで見といてのズンズンだ、そうやばいやん、えぐい、やばいやん、この人からのこれを、うん、今の角度、あのね、セブンティーンは激しくやった後に抜くっていうのが俺一個武器なんちゃうかなと思って。ちゃんとその見せ方のうまいよね、分かりやすい。そう、強弱、さっき涼介で言った強弱と、あとは緩急よね。あ、そう、緩急、ね、そう、強いとこと緩いとこのさ、うん、これってさ、ちょっとあれやん、意地悪な男子が普段ツンってしてる男子がちょっと優しくなった瞬間にえ、なんか何々君めっちゃ優しいよみたいな、ギャップね、ギャップやんな、これ。え、合ってる？なんか違う気がする。なんかちゃう気すんの、なんかちゃうと、俺も喋っててちょっとちゃうってなってんけど、カットはしません。いきます。角度やばい、うん、やばいね。よい、こうね、しっとり見せるとこもあって、うん、ちゃんとバウンドしてる感じ。そうやね、順番にカノンで立っていくんですね、うん、ああいいね。そう、これやっぱメインに来た時はやっぱ目立ちますよ、やっぱ一人一人。おい、もうこれえぐい、ここの首な、このセンターの人やばいな、このセンターの人ちょっとすごいわ、うん、今回めっちゃ目いかん、これえむちむちすんで、いや、サビのさ激しさえぐいわ。おい、ヒットめっちゃ飛び跳ねる動き多いよね。うんうんうん。ここ、これこれこれ。ここな。これ。これ絶対真ん中欲しくはと思うんだけど、違うかな。おい。確かにえぐいな。体幹がすごいわ。こんだけ激しい動きしてて、真ん中の軸が、こうやっぱブレへん人が多い。出てきてからのステップ、まあまあむずい。むずいよ。ここで止まってる。止まってる、片足上げて。うん。これこれこれ、俺わかるわかるよ、足見えへんか、みんなカラットの人見えへんわ、ね、これ画角的にもう上半身の僕らなんで、あの下がね、こういう動き、あの激しい中からのストップ引かしての、そう、体幹よ、これよ、これマジすごいわ。なんか全体で踊ると少なく踊るの塩梅がいい、うんうんうん、あれ以上やるとしんどくなるやん、そうそう、うん、こっからもペアダンスね、めっちゃ好き、これも好き、これ何、これえぐいな、どうなったの、多分な、一回ワンピースのバギーみたいに首一回浮かしてな、その間外したな、そうそうそう、
この辺ほら、マジでわからん、わからんわ、おい、すごい、これ好き、これ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 、ね、これ好き、これに合わせてこうやるね、センキューヨン、センキューヨン、こうなっちゃった、肘で弾かれた、でもこうね、そういいですよね、これ細かくめっちゃ好きやわ、これすごい、おい、ちょっとセクシーな、すごい、わかる、おい、いいな、この後ろの感じめっちゃいいな、なんかさ、この後ろさ、言うたら13-2で11人いるけど、言うたら2人立ってこう歌ってる時のオーラの放ち方が11人のダンスに負けてない、うんうんうん、だってこれ結構強いよ、11人ダンス、まあまあ激しい動いてるし、これね、うん、うん、いや相変わらず首はやばい、おい、抜くやろ、ね、で抜くやん、これまたなんか手指が独特な指してる気がする、こんなんしてた、ほら、あ、こんな感じ、こう、こうかな、でも繋いでるか、これはなんか MV みたいなの分かるのかな、なんか意味があるね、ほら、どんどん、そう、分かる、うんうん、この自然に歩いてかっこよく移動するのがかっこいいな、俺ここの押さえ好き、うん、でここから次多分爆発してくるね、多分ちょっとアイス入れんねんな、はい、うーん、おい、ね、好き、いいよね、ちょっと乾燥な感じかな、なんかライブとかやったらこうなりやすいな、うん、こうな、うんうんうん、乗りやすい、うん、乗りやすい、おい、ここね、いやマジやばいぞ、しいな、これ真ん中の人ほんまにブレへんわ、結構こんな方身長ちっちゃいですね、いや宇治くんやと思うねんけどな、うん、違うかな、ヨネスかね、おい、ここやばいよね、この黄色の T シャツの人もめっちゃダンスしなやか、結構踊りやすい、うん、めっちゃブレへん、いやこのほんと真ん中の人よ、やっぱこの人すごい、なんかさ、もっとハーハー言うていいよ。いや、ほんまに。バーン、うわーぐらい。なあ、ね、俺らやったら速攻こうするやん。吐けた瞬間、俺らやばいもんね。みたいな。いや、なんやろ、その、まあ、ダンスをこうやって冷静に見てるから、まあ、こう見てますけど、ライブとかでこれやった時って、これだけじゃないわけやん。そやね。これさ、体力お化けよな。これ1曲目でも後半しんどなるし、途中は途中でめっちゃしんどい状態やし、最後なんて動かへん、あれだ地獄やと思う、こんなにくいな、これほんまにすっげえ、いやこれヒットやったわ、これ最後ちょっと勢いあるとこだからだけ見ていいですか、前のステップですね、前に出てくるところらへん、でこれね、ごめん今戻したわけやけど足だけでもすごいのに、足にその上下っていう動きつけてんのが、うんうん、アップダウン、アップダウンしながら、これめっちゃ足にくるんすよ、これやったら分かる、しんどいやつやんなんすよ、これめちゃくちゃ、これ黄色の人めっちゃ体感すごいな、おい、なんかでもこの白の今センターの人さ、この激しさを楽しんでる感じするよね、めっちゃ、ちょっと待って、右端から一人増えた、どうしたの、このあと右端をこの辺見といてもらったら、ほら、この今右から2番目の立ってる方ですけど、どこいた、お腹痛くなっちゃった、いや間に合わんやろ、お腹が、いつ履けたの、分からへんわそれ、いつ履けたんって思わすような履け方やったもん、いやほんまに気づくのかで、ね、最後パッてみたら入ってきたから、俺今気づいたもん、言われてやっばちょっといろいろやばい、問題作ですね、問題作、ヒント問題作でして、まして、ちょっと一旦閉じますね皆さん、チカログ、これさすげえな、爆発力やばいっていうコメントでは聞いてたけど、前のホットの、うん、ヒットのエナジーとかダンスの強さやばいですよって来てたけど、
想像以上やったな。ちょっとダンスを見てくださいっていうのはほんまにわかる。わかる。この前はどっちかって言ったらダンスもでしたけど、構成もやったやん。そうやね、構成も一番いいんだけど、今回もう爆発ダンス、もうグッ生きてるね。もう色で言うと赤や。あーホット系ね。これはおったまげたわ。いやマジ最後気づいたよ、メガネの人いたよ。あ、いたね。あの不良をメガネをつけて踊ってる。確かに、もうギチギチでもと、ギチギチで止めるんじゃん、ちょっと。ほんま止めとかないとぶっ飛ぶよ、いや、ちょっとね、ほんで、まあ、ホットとヒットで、2年差空いてるんで。あ、そっか。ちょっとやっぱその身長ぐらいしか分からへん。うんうん、うん。これ合ってましたか、これ。間違ってたらコメントで教えてください、また。星くんらしい人いっぱいいたからね。もうな、星くんめっちゃうまいって言うけど、ごめん、みんなうまい。みんなうまい。みんなうますぎるから、今度、ヒット見て、またカラットの方からいろんなことを教えていただけたら嬉しいんですけど、まずその教えてもらったことに対しての答え合わせじゃないけど、MV みたいな。うん、みたいな。やっぱこう、ちゃんと顔を、まあ、あえて見てないっていうのはあるんですよ。初見リアクションを大事にしてるので、 MV 見ちゃうと、うん、ダンスがあんまり見えへんっていうのがあるからね。そう、カラットの人にもっと楽しんでもらうためには、うん、そのダンス何がすごいのかっていうのを言語化する能力が僕たちはまだある方やと思ってて、ただ MV を品落ちに見ちゃうと、かっこええな、この人かっこええな、そうそうそう、あれこの人もかっこええなみたいなしか言えないのですごいかっこいいしか出ない。そう、とてつもなく内容の浅いリアクション動画になっちゃうんですよ。だいぶ知能下がった2人なのかな。そうそう、多分見てる人も多分30秒ぐらいでやめんじゃん。全然見てもらえへん。全然見てもらえへんくなるから、それはちょっとね、全然楽しくなくなっちゃうと思うので、メンバーと顔をちょっとずつ覚えながら、うん、まあ推しからまず覚えていこうかな。せやね。僕はやっぱダンス最初ホットで星くんから入ってるんで、うん、だからそのミンギュっていう方とか、あとはやっぱ今日やったらその白のロンティー。せやね。足長い。あの方誰ですか？あの方と俺はあの黄色の方。はい。あ、わかる。あの方の体の締まり方めっちゃ好き。やばいよね。なんか軸。そうそう、軸がマジでよかった。で、その白のロンティーの方はどっちかというとめっちゃ強いエナジー系。出し方がすごいね。黄色の方はその中にもちょっとまた違うな、グッっていうものがある中の出し方やから、なんかしなやかや、見やすかった、そうみたいな感じで、ちょっとまだまだ知らない力具2人ですけれども、カラタの方、今回のヒットの動画もぜひいろんなことをコメント欄で一緒に語るをしまして、はい、いろいろ教えていただけたら幸いでして、お願いします、お願いします。てな感じで、僕たちチカルグはですね、年内チャンネル登録者数3万人を絶対に叶えるべく日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しいなと思っていただいた方、そしてこのみんなで語ろうの企画が楽しいなと思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。いや、エナジーえぐい、出し方やばいな、うん、なんかその比べるもんではない、その曲もそうやし曲調にもよって違うけど、似てるだけで喉乾くな。いや、わかるね。もうあんなダンスを歌いながらできる？いや、もう吐けた時のハーハーずっと吐いてんだもん。俺らなんて楽なもんなよ。まあね、ただただ踊ってるだけやん。体力的にも倍以上使うよね。だってさ、そのアーティストの人ってほんますごいなと思うのが、ダンサーって顔を気にしてる人って少なくない？そのしんどそうな顔見せへんっていうのはわかるけど、なんかこう角度でつけたりとかってあんまないやん、うん、ないないない。それもするやろ、歌やろっていうの、入らへんような呼吸方法とかもしてやるわけやみたいな。命削ってるような、こういうの見るとプロフェッショナルやん。そうやね、まだまだいかなあかんなってちょっと思わされたヒットでしたね。本当に、うん、まだまだよね。これはもう力でもヒットさせなあかんで、これ走り続けるっていうことの方が大事かも。まあ、継続ね。そう、やっぱりね、ヒットして止まっちゃったら、ね、一発やっちゃう、一発やっちゃう。リアクション系動画って今いっぱいいますけれども。そうですね、結構いますね。やっぱ僕たちも見ますから、いろいろ。でもなんか一番やっぱその中でも愛されチャンネルしちゃう、うん、やっぱ K-POP やったら久々になんかあんま日にちが空いてなくて2回目取り上げて、あー確かに初めてじゃない、うん、セブチがっていうのも、やっぱ前も言ったけどめちゃくちゃ勉強になるからさ、セブチって。そうやね、もう普通にダンスかっこいいし、構成もなんか巧みやし。そう、 N-BTS ストレイキッズもやっぱりめちゃくちゃすごいやつもらって、
で人数やねんな多分ここで勉強になるって言ってるの、ね、他もめちゃくちゃ勉強になるけど、うん、セブチの13人っていうのと普段僕らが活動してる人数とか、うん、大人数がやっぱ似てるから、うん、そういう部分ではやっぱりちょっとこう惹かれるのかな、うん、セブチ、うん、なんかでも難しいのは、うん、歌う人が出てくるやんやっぱり、うん、それって俺らにはないわけやん、ない、そこがまた見せるの難しいなと思う。その一人を見せるための構成やったりでも絶対あるから、あるね、それをなしにした時に見えるかどうかっていうのはまた違う可能性がある。そこをじゃあダンスの場合はだからソロになるわけ、だからソロダンスになるから、そういう風にこう与えてもらったものに対して活用していきたいの。そうやね、どんどん活動を活用していきたい。そうやね、そのかつとりあえずかつくんにいかへんわから知って言えへん